よし、今日も YouTube のコメントチェックするか。ん？ツッコミが面白くない。おう、見なかったことにしよう。こんにちは、熊田です。皆さんいつもコメントありがとうね。今回のニュースはこちら。声優さんの宣伝、 SNS、 その他説明欄をご覧ください。それではどうぞ。声優飯塚昭三さんが2月15日に急性心不全でお亡くなりになっていたことが2月28日所属事務所のホームページにて発表されました。89歳でした。飯塚昭三さんといえばアニメ機動戦士ガンダム竜補正役、忍たま乱太郎初代冷えた八方斎役などを担当されたお方です。ご冥福をお祈りします。声優千田光男さんが2月25日虚血性心不全のためお亡くなりになりました。82歳でした。2月28日所属事務所 AT1 プロデュースが発表。千田光男さんといえばナルト疾風伝大釜仙人役、キングダム採択役などを担当されたお方です。ご冥福をお祈りします。アニメサザエさんでフグ田太郎役を54年間務めた声優さすが貴子さんが2月5日にご逝去されました。3月5日放送回よりタラちゃん役の2代目を相川理香子さんが担当されます。相川理香子さん次の通りコメントをされています。この度大先輩であられるさすが貴子さんよりタラちゃん役を受け継がせていただくこととなりました。長きにわたり皆様に愛されているタラちゃん、さすが貴子さんの育まれた健やかで朗らかなタラちゃんを大切に歩んでいきたいと思っております。相川理香子さんはアトミックモンキー所属。アニメポケットモンスターシリーズではサトシのキャタピー、ゼニガメ、ラプラス、カスミのコダックなど様々なキャラクターを演じています。早口言葉が得意で2000年にはアニポケエンディングテーマポケモンハラハラリレーを歌唱。ここ最近だとアニメ不滅のあなたへでピオラン役を演じています。長期アニメになると色々と変化はありますが、これからもタラちゃんを応援していきましょう。2007年に放送されたテレビアニメもののけ、スタイリッシュなキャラデザインに和紙のテクスチャーなど CG 処理を組み合わせた今までにない斬新な映像として話題になった和製ホラーアニメ、その完全新作エピソードとなる劇場版もののけの公開が2023年に予定されていたのですが、2月28日公式が次の通り発表。2023年内の公開を予定しておりました劇場版もののけは公開時期を延期させていただくこととなりました。誠に申し訳ございません。また薬売り役のキャストを変更することといたしました。劇場版もののけは舞台を大奥に移し女性たちの苦しみと救済を描こうとしております。その作品性の観点からの決断となります。ファンの皆様にはお詫び申し上げるとともに変わらぬ応援をいただきますと幸いです。劇場版の公開時期、新キャストにつきましては夏頃にはお知らせできる予定です。主人公薬売り役は声優桜井貴博さんが演じていました。作品ファンからしたら色々と衝撃だと思いますが、新しいキャスト発表を待つとともに変わらずもののけを応援していきましょう。1月30日から2月5日にかけて新宿駅ではウォール広告で歴代プリキュアの変身シーンが流れていました。皆さん見に行かれました？こちらプリキュア20周年を祝う企画、その人気は凄まじく、いつ新宿駅を通っても常に行列ができるほど。さて2019年放送のアニメスタートゥインクルプリキュアにてキュアミルキー役の小原好美さんですが、キュアスター役成瀬栄美さんと一緒に見に行ってきたそうな。先日ラジオで語られたその時の裏話がめっちゃ面白いのでご紹介します。でも声優さんが見に行って大丈夫？周りに気づかれないの？って思うでしょ？速攻バレたそうです。小原さんが、あ、流れたね。というも誰も気づかない。ただエイミさん、素の声がまんまキュアスターみたいで、ココちゃん流れたね。と言った瞬間ですよ。お二人の両サイドにいた人がさすがに気づき、あ、どうも。と会釈してくるという、なんとも絶妙な雰囲気になったらしい。ただその時見バレしたのはエイミさんだけで、小原さんは最後まで気づかれなかったそうな。しかし何を思ったかエイミさん、ねえねえ、この横にいる人、ミルキーだよ。とバラしたそうです。一人だけ気づかれないのは切ないと思ったんでしょう。それまでエイミさんに話しかけていたファンの人、へっと驚き、またもや絶妙な雰囲気になったとか。早見沙織さん、先日ハッとする体験をしたそうな。ほら、早見さんってすごく独創的な絵を描くじゃないですか。例えばこちらは馬に乗った人の絵、多分この馬がなんと食べっ子動物の馬にそっくりだということに気づいてしまったそうな。うん、言われてみれば輪郭かなり似てますね。早見さんあまりの衝撃で食べっ子動物の馬のクッションを買ってしまったらしい。なんでやねん。これからスーパーで食べっ子動物を見かけたら早見んだと思って買わせていただきます。2月18日、プロレスラーエルデスペラードさんがこんなツイートをしました。友人、このサイズなら巡業持っていくの楽だろ。あとお前好きって言ってたから。俺、ん？ありがとう。洗顔料好きなんて言ったことあったか？と思ってたら、なるほどとなった。その洗顔料というのがこちら。もう一度。
お分かりいただけただろうか、成分としてカオリンが含まれていることに。バカだ。3月15日ファースト EP 未完成スターを発売される前田香織さんは成分じゃねえと、まさかの宣伝までしてくれてます。すると前田香織さん、朝から声出して笑いました。私はついに成分になったのか、巡業応援しております。ちなみに香織には毛穴の汚れや余分な角質を吸着除去する効果もあるそうな。香織で洗顔できるだなんて、もはや1日10回洗顔するわ。2月21日、畑中タスクさんこんなツイート。あれ、これひょっとして俺指骨折してる？なんかむっちゃ腫れとるね。そしてレントゲン撮ったら綺麗な骨、内出血だけでした。人生初の骨折かと思った。お騒がせしました。骨折がなくて本当に良かったですよ。とはいえ腫れるほど内出血するっていう状態もやばいのでは。ワールドツアー上映鬼滅の刃上弦集結、そして刀鍛冶の里へのロサンゼルス舞台挨拶が2月19日に開催されました。日本でお留守番の善逸役下野紘さんがこんなツイート。ロサンゼルスにいる花井くんたちから連絡が来まして、なんとアメリカ版の善逸役アレックスリーさんから俺宛ての動画メッセージをもらいました。めっちゃ嬉しい。俺も動画でお返事。いやー、ワールドワイドやね。国境を越えて声優さん同士が仲良くなるの最高。改めて日本のアニメってすごいよね。アトリエシリーズ25周年を記念して、マリーのアトリエリメイクザールブルグの錬金術師が2023年夏に発売決定。すると竹田彩奈さんがこんなツイート。やばい、泣きそうです。リメイク嬉しい、ありがとうございます。マリーは初めてプレイしたアトリエ、これを機にやったことない人にも遊んでみてもらいたい。アトリエシリーズ出演したことないけど、いつか出演したい。めちゃくちゃ宣伝したいぞと、まあテンション爆上がりな竹田さん。するとアトリエシリーズ公式さんが、竹田さんありがとうございます、ぜひお願いします。おっと、これはいつかアトリエシリーズに竹田さん出演される日が来るのでは。2月22日諏訪部純一さん、なんとも悪質な詐欺メールを受信。基本的に SMS は使っていない。時々見てみると詐欺みたいなものがちょいちょい届いている。しかしこれ俺就活してたっけ。一体何が届いたかというと、内定承諾のご返送がないままですが、内定自体のご意向ということでよろしいでしょうか。折り返しいただけないままですが、ご返答をいただかない場合は事態のご意向として受けたまわりますこととなりますので、急ぎご返答くださいませ。ご連絡がございませんでしたので事態のご意向として受けたまわりますが、よろしいでしょうか。いや必死すぎだろ。頼むからいい加減事態の意向として受け止めてくれや。諏訪部さん、まあ声優やナレーターなんてのはワンクールごと、いやさ毎日就活みたいな家業ですけどね。続ける限り一緒。就活していると罪悪感とともに内定事態の連絡をするあるあるですね。そんな時は最大限の敬意を込めてこう伝えましょう。別に辞退してしまっても構わんのだろう。これで 100% 辞退できます。2月22日須崎彩さんが衝撃ツイート。1月の電気代見たら6万超えてた。嘘だろ、6万はあかんって。いや PS5 買いちゃうって。すると山崎遥さん、うちもだ、なんでなの。お二人ともご結婚されていて一人暮らしではありませんが、それにしても高すぎでは。須崎彩さん、ペットがいると空調は絶対削れないしね。ああ常に空調入れっぱってことですか。それじゃあ仕方ないよね。2月21日に配信された NBC ユニバーサルエンターテインメントアニメ音楽事業30周年記念特番に新井さとみさんが登場。新井さんといえばアニメとあるシリーズで白井クロコでおなじみ。番組ではヤシの実&パインサイダーの宣伝とそれを使ったアレンジレシピを紹介されてました。こちらアニメとあるシリーズで美坂美琴が愛飲する炭酸飲料ヤシの実サイダーをイメージして作られたもの。番組では生のジャッジメントですのをやってくれたり、ファンサービスも欠かさない。ところで新井さん、この番組には逆オファーで出演されたそうな。何、つまり番組から出演依頼があったわけじゃないってことです。すると美坂美琴役佐藤里奈さん、逆オファー、さすが黒子とツイート。こういう作品外でキャラを想起させる声優さんのお言葉を糧に今日も俺は生きています。2月23日放送テレビ朝日系ドラマ警視庁アウトサイダー第8話にシークレットゲストとして福山潤さんが登場。福山さんといえば動画配信サービステラサで配信中のスピンオフドラマ警視庁インサイダー刑務課米光真希のランチ捜査にてマスコットキャラクターチェリポくんの声を担当されています。今回は主人公香川英二が聞き込みに訪れるバーの店長役でした。出番はちょっぴりだったけど俺は見逃さなかったぞ。お店の名前がバードゥルーシュ。ドゥルーシュはさすがに狙いすぎ、絶対この人じゃん。声がイケメン過ぎて一人だけアニメの中から飛び出してきたようなオーラでした。ところで声優加藤エミリさんも3月2日放送の警視庁アウトサイダー最終回にゲストとして出演します。
2月24日放送声優と夜遊び、 MC は関智一さんと中村修吾さん、ゲストとしてアニメユナイトアップから助川まぐらさん、マサさん、恒例のアニメ告知をするためにゲストが様々な企画に挑戦するコーナーで、今回は1分で完食3人羽織チャレンジを行うことに。大量のクリームが入ったシュークリームを5個完食します。ゲストじゃなくて修吾さんが。そのシュークリームがこちら。めっちゃうまそう。っていうかでかい。遠目で見てもかなりでかい。普通に食べても1分で5個は無理だろと思わなくもないですが、今回はこれを3人羽織でやるんだから、まあ無理だろ。まだだ。勝負の前から未来を悟ったのでしょう、修吾さん。先言っとくけど俺年上だから。と2人に釘を刺します。一発目からいきなり頬と顎に押し当てられる修吾さん、結果こうなりました。一ついいですか、彼声優さんです。修吾さん最後に。二人いい加減にしてくれよ。もう一度言いますが、声優さんです。2月24日井上きっこさん、こんなお茶目体験してます。百貨店でお買い物して荷物が増えちゃったので一旦ロッカーに入れたいなと思い、受付の方に、すみません、こちらにコインランドリーはありますかって聞いたら、近所にクリーニング店はございますって。コインロッカーだよねってへ。おいおい、いやその受付の人もコインランドリーの所在を聞かれたのは初めてだっただろうね。まあコインロッカーもコインランドリーも似たようなもんだから大丈夫でしょう。